こんにちは。プルトレーダーのショータです。えっ、ー、と、ドル円のね、相場解説やっていこうかなと思います。でえっ、ー、とですね、まあ、ここのウォルフ波動が決まるかどうかみたいなね、えー、そんな話を、えっ、ー、と、前回のあの、相場展望のね、動画で、まあ、解説したんですけど、まあ、そのためにはこの24ラインですよね、これね。この24ラインを、まあ、明確に、まあ、下抜いて、 まあそれでも113.177とあと113あと112.925とまあ反発しやすいポイントがあるのでこの辺のプライスアクションよく見ましょうっていうねそういう話したんですけどんでまあ今ね、えー、案の定まあ113.177で反発してまあ一旦上昇してる感じですよねまあここでこのまあ次の この上昇がですね、まあ、一体どれぐらいのパワーを持っているかによって、あの相場の方向性が決まってくるというか、うん。だから、まあ、ここの高値ですよね、直近のこの高値、ここをもう、一回の上昇でもう、ぶち抜いてくるような、えー、強い上昇だったらですね、まあ、その後、ぐんぐん上に上がっていきやすいんですけど、 まあこの直近の高値まで行くことなく、えー、まあ、もう一段階下落してですね。で、ここの安値。ここも下抜く感じになると、まあ、もう一段階の下落が起きる可能性があるって感じですね。うん。ただ、ここで113.177に対して、えー、もう一度意識されてですね、この辺が。 えー、ここからまた上昇して、まあ、ここで言ったら、ダブルボトムの形作ってから、ぐんぐん上昇してくる可能性もあるので、まあ、やっぱり、えっ、ー、と、引き続き113.177、えー、近辺はやっぱしっかり見といた方がいいですね。で、もしですね、えー、も、まあ、この辺からの、えー、戻りで、もう一回下落してくるようだったら、 まあこの下落の波分、こう下についてくると、え考えるとですね、こうやって測りまして、まあそうですね、この辺までえやってくる可能性がありますね。この下落の波分、こう、ここの戻り高値につけて、こう測るとですね、 えっと、まあ、112.925のちょっと上の、まあ、112.939あたりですかね。うん。この辺ぐらいまでやってくる可能性っていうのがあります。うん。まあ、ここで、まあ、上昇して、一旦押しつくって、もう一回上昇してから、上昇して、で、ここの高値を抜いて、上昇して、そこから本格的に下落。というパターンになる場合もあるので、 そうなると、こう測る位置がですね。まあ今ここを起点として測ってますので、そうなるともうちょっと上の方で測ることになるので、当然、えーゴール地点というかですね。ゴール地点も、あの、まあ若干、え上がるというか、さっき測った位置に比べて若干上がるというかですね。まあそういう感じになりますので。まあだから、まあここのね、形ですよね。 うん、この上昇の勢い、うん。ここの上昇の勢いを、まあ来週はよく見ていった方がいいって感じですよね。今ね、現状この辺は止まりやすいポイントなんですね。あのー、ここでまあサポートされているラインでして、113.413ですね、うん。ここでサポートされているラインが、まあここでレジスタンスへと切り替わると、サポレジライン成立ということで、ドカッと落ちてくるというか。うん まあそんな感じですね。だからまあ113.413近辺というか、まあえっと、来週ですよね。来週があのかなりあの窓を開けてスタートすると、また <laughs> あの新しくシナリオを構築する、構築し直す必要があるので、まああの、どっち、そうですね。全く窓を開けずにスタートするっていうことは、 まああんまり考えづらいので、まあある程度やっぱ窓をね、開けてスタートするのが、あの、週始めというか、になりますので、まあどれぐらい窓を開けるかですよね。で、窓を、まあめっちゃ開けてきた時の戦略としては、あの、窓を開けると一旦その、その窓を、まあ埋めやすいんですよね。うん。窓を埋めてから本格的に、ええー、 ま、あ仕切り直し、かのごとく、ええー、まあ、反転して、ええー、動、あの、動いていきやすいというか。例えばですね。うん、過去の相場から、うん、と、ああ、そうですね。あの、この件とか、 わかりますかねここ。ここね、言ったら、112.669あたりで、ええー、まあ、終わったわけですね。で、次の週が、ここ、112.572で始まってるんですけど、こ,この動き見てほしいんですけど、この要線の。一旦ですね、この、まあ、上髭で、 上髭で一旦挨拶してくるというか、この終わり寝に対、えー、先週の終わり値に対して、この上髭で一旦挨拶をかましてからの、えー、そこから反転して急落というパターンになってますよね。でこういう動きよくあるので、えー、その辺もやっぱ来週から見てほしいというか、うん。窓を開けてきたのなら、 そこからの、まあ、窓を、えーまあえー、埋めてきてからの動きというか、まあ、ただその、いつもいつも窓を埋めてくるというわけではありません。あのー、窓,窓をしばらく埋めずに、その窓が開いた方向にしばらく動いてから結構時間経って窓を埋めてくるという可能性もありますし、うんまあ、それはいろいろなパターンがあるんですけども、まあ、比較的こういうパターン多いって感じですね。うん 窓を開けてきたら、一旦窓、えー、先週の終わり値に対して挨拶かましてからの反転。うんまあ、この場合は、あのー、言ったら下に窓を開けてスタートしたわけですよね。ここが終わり値で、ここが始め値なわけです。だから、下に窓を開けてますよね。その場合は、上に挨拶してからの下に、えー、急落 逆の場合だ,だと、えー、上に窓を開けていた場合ですね。うん、上に窓を開けていた場合、えー、下に挨拶からの上に、えーまあ、反転というか、うん、そういう寝動きよくありますので、まあ、これは一つ、えー、まあ、なんだな、頭の片隅にでも覚え、えー、インストールしといていただけたらなと思います。 はい。まあそんな感じでね、ちょっと、えー、ドル円チャートで相場解説してみました。えー、少しでもね、参考になれたら幸,、えー、幸いでございます。えー、最後にね、あの重要なお知らせがあるんですけども、えー、この動画下の説明欄にあの僕の LINE アットのリンクとか、僕のブログのリンクとか、 あと、僕のトレード教材のリンクなどいろいろと載せておりますんで、よければね、いろいろとご参考いただけたらと思います。はい。というわけで今回の動画講座は以上です。ありがとうございました。プルトレーラーの翔太でした。失礼します。